つミスをしますとね、はい、代わってはイタリアの選手になります。ガロリーナ・コストナー、この選手は今シーズンのジュニアのグランプリファイナルで日本人選手とともに表彰台に上った選手です。そしてヨーロッパ選手権で第4位になって、そこでも注目された選手です。今大会予選では A グループ第1位でした。今のあのループの入り方も非常に難しいっていうか、あのプラス要素としてはある入り方ですね。はい、ステップがワンフットですね。そうですね。イタリアの16歳カロリーナ・コストナーでした。最終グループで滑っていてノーミスは今のところ彼女は、そうですね、じゃないですか。そうですね。試合をこなすたびに彼女を強くしてるのかなっていうふうにもそうかもしれないですね。日本の荒川静香と一緒ですかねこれはループとループでした、ですからこれも難しいですよね、ループとループ、はい、あのループが得意な選手は非常にあのタラリピンスキーもそうだし、あの非常にこう後ろにつけると効果的ですよね、はい、っていうか難易度が高くなりますね、日本ではの佐藤由香選手なんかはループが得意でしたからね。ああ、そうですか。この選手は今シーズン初めてヨーロッパ選手権シニアの大会に出場したんですが、その時にやはり予選でいい成績を残してショートプログラム最終グループでの滑走だったんですね。やはりあの最終グループで滑らないと点数は出ないんですそうなんですよね。そうなんです。そこが採点競技のなんていうんですかね、あのこう私たちから言わせると最終グループにいれば良いし、そうでない時はもうアンラッキーになるわけですけどね、まあ、そこで初めてあの自分が憧れていた選手たちが同じ練習場所にいてウォームアップをしてるの信じられないわというような感想を持ったそうなんですけれども、あ
そこでねヨーロッパ選手権で第4位になって非常に注目されて、まあ、期待もこう高まってきてプレッシャーも ね逆にあるのかもしれないですけど、ね、あのイタリーでは、あのトリノ用の選手として育ててるようですよ。そうでしょうね、はい、エレメンツの得点が出ました。技術点です。下が 5.2 上は 5.7 という評価でした。 5.7 3つあります。ノーミスでした。そしてプレゼンテーションです。下が 5.3 上は 5.7 こちらも 5.7 は3つです。いやでも本当にショートプログラムでノーミスですと嬉しいですよね。そうです。やはりあのストレートステップシークエンスのワンフットも効いてるでしょうね。はい。